こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。先行争い何が行くでしょうか。アフターソネット前に行きそうです。ルアーそれに続いています。さらにはノーザンストーン、5番マウントキャップ、その後ろ後方に控えたのがローレンスベリー。それでは先頭からマウントキャップ先手を取りました。ルアーそのうちに続いています。赤の帽子アイシーウェルズ、その後ろアフターソネット、すぐ後ろ内からはスマートスクワート、向上面に入っていきました。それでは先頭から先手を取ったのはマウントキャップ、その隣にアイシーウェルズ、その横にルアー、その外にアフターソネット、その隣にサンライズビューティー、その横にスマートスクワート、その外からパラダイスクリーク、その隣にノーザンストーン、マッチレスシュール、すぐ後ろ内からはフローラルメロディー、その隣にマンハッタンモデル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ5番マウントキャップ。ここで先頭が入れ替わりました。ルアーマウントキャップ2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ルアー先頭、あと200m、ルアー先頭だ。リードは1マシン、後続の足色はどうか。アドラーブル迫る、ルアー迫る、内から一気にアドラーブル、ルアールアー1着、2着にはどうやらアドラーブル、勝ったのはルアー、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メインホール、これは好スタート。フローデュー、この馬も好スタートを切りました。クラストさん前に行きそうです。カジュアルライズそれに続いています。さらにはフローデュー14番、メインホール、その後ろロックセレス、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。フローデュー先手を取りました。緑の帽子カジュアルライズ、その後ろすぐ隣にサンセットミステリー、その横にシャープフレーム。クラストさんこの馬もこのグループ、すぐ隣にギャロップカラーズ、バラードウィンザー、そのうちに続いています。では前の方からメインホールの先手を取りました。そして大きく離れてサンセットミステリー、この位置です。その隣にカジュアルライズ、すぐ後ろにギャロップカラーズ、オレンジの帽子クラストさん、その後ろすぐ隣にフローデュー、 1000m を通過。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはサンセットミステリー。さあ先頭はフローデュー、フローデュー後続を引き離します。サンセットミステリーほとんど差がありません。メインホルム3番手ミスター当人 B1 です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはメインフォルム、あと 200m、 先頭はメインフォルム、カジュアルライズ、手応えは十分だ。ザウィックドノース差し切った。ザウィックドノース、ザウィックドノース、1着、2着にはどうやらミスター当人、勝ったのはザウィックドノース、見事な勝利です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シェイクロンディ、これは遅れてしまいました。どの馬が先頭に立つでしょうか。クリムゾンブレイブ前に行きそうです。ミッドナイトエクセルそれに続いています。さらには新興ラブリー、6番西のフラワー、その後ろ、それでは先頭から先手を取ったのは西のフラワー、その外にクイナーズジュノー、ピンクの帽子バーボンレディー、その後ろ新興ラブリー、好位をキープ。
この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向正面に入ります。前に戻りましょう。先手を取ったのは西のフラワー、オレンジの帽子、ウィナーズジュノー。その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。それでは先頭から先手を取ったのは西のフラワー、その横にウィナーズジュノー、クリムゾンブレイブ、すぐ後ろ。さあ先頭は依然として6番西のフラワー、西のフラワー後続を引き離す。2番手はウィナーズジュノー、3番手に新興ラブリー、絶好の手応え。大外から赤の帽子、新興ラブリー伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。西のフラワー先頭、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手は新興ラブリー、完璧です。圧倒的な強さを見せました西のフラワー。1着、2着は新興ラブリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってベガ2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はノースフライト、懸命に追いすがります。残り 200m、 ベガ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はノースフライト、ベガこの馬で決まりか。ベガ今ゴールイン、段違いの強さです。ベガ1着、2着はグレートポーラ、これが世界を制した実力だ。ベガ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭はオートリゼット、後続馬も足を伸ばしてきました。オートリゼット先頭、ソーカフェ迫る。オートリゼット先頭だ。オートリゼット、オートリゼット1着、2着にはどうやらソーカフェ、見事に勝ちました。オートリゼット、ソーカフェ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。中山競馬場、本日のメインレースの発走です。
スタートしました。勢いよく飛び出したのは名勝リコール。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく名勝リコール行きました。続いて前へ行くのはロイス&ロイス、さらにはガンツシアトル、11番、当選リーガル、その後ろスイープコース、後方からもう一度先頭から名勝リコール先手を取りました。すぐ後ろにロイス&ロイス、さらには東洋リファール、その外に当選リーガル、フィシトゥモロー、それに続きます。その隣にマイネルプレイ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の成田大進、後方につけています。ガンツシアトル、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは名勝リコール、その後ろからは当選リーガル。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。名勝リコール先手を取りました。その外から当選リーガル、前は名勝リコール、当選リーガル、ほとんど差がありません。ロイス&ロイス3番手、さあ成田大進前を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はダンツシアトル、成田大進2番手。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭に立ったダンツシアトル、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は成田大進、先頭を捉えるか。ダンツシアトル先頭、成田大進食らいつく。ダンツシアトル先頭だ。ダンツシアトル、ダンツシアトル1着、2着にはどうやら成田大進、見事に勝ちました。ダンツシアトル、成田大進2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。Thank you.